さあ今回のソウルストーンサバイバーズは猿の王をねさらに使っていこうと思いますけど、今回戦闘効率でスキル発動で武勇が貯まる、で武勇の初期武器にしまして武勇数に応じたダメージを与える、で武勇はダメージが上がるので貯まる、ダメージが上がる、スタックする、高いダメージ出す、これで終わるんじゃないかなと。で、まあ、ちょっと入れてみたんですけど、まあもともと持ってると思うんでね、いらなかった気がするんですけど、入れてまして、重複マリアナかなと思いつつ、まあ一旦普通にやってみましょう。で、全部つけて、52、まあいけますね。さあまだここは武勇は使わない。で、これ壊すスタックに応じたダメージなんですね。で、ショートカットを教えてもらいまして、これね、戦いの中でこれ、薄くすることが、濃くすることができると。もともとショートカットあったんですけど、ちょっと変えてきました、押しやすく。あったことをまず知らなかったですね、この設定が。打撃スキルマルチ。で、武勇復活を獲得。電撃復活、武勇を獲得。で、出血状態の敵に当たると HP 回復。ただこれは、まだまだかな。ここで今、武勇が20、30溜まっています。もちろんこれだけじゃ足りないですね。どんどん上げていきますけども。さあ、マルチ。で、前回はマルチが増えるとか、攻撃速度がそれによって速くなるとか、マフがバフを呼ぶビルドになってたんですけど、今回はまだそこまで見えてないかな。復活ね、壊す、まあちょっと違いますけど、マッシブスラムスキル、これ壊すスタックに押したダメージなので、壊すが今んとここれですね、防御力が減少する、敵が減少するわけですね。まあ頻度上げとくか。で、壊す状態 VU 獲得、だこういうのを入れていく、両方ですね、壊すをダメージにする、 VU をダメージにする、この両方を使っていきます。復活状態にするとホームだ、こういうバフをバフですね、ホームはクリティカルで復活は防御力です。で、前回ブロック力上げたんですけど、ブロック上げると 80% ダメージ食らわないっていうね、うちこれがいけてましたけども、あ、これ VU のスタックスに落ちたダメージだったり、これロックしましょう。VU スタックスに落ちたダメージで、スタックことのダメージは13です。まあ、こっからでしょう。で、VU が今100溜まってます。100×20 ぐらい。ただでも、十分出てますね。前回出血をダメージしてました。今回は、自分に溜まったバフをダメージにすると。これどん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 強くなっていくはずです。指数関数的にね。まあ、これ欲しいな。HP も欲しいな。これはいいか。で、出血状態か。出血をつけるとね、出づらくなっちゃう気がするんだよな。今出血はないですからね。まあ一旦武勇用に入れとくはしますけど。スピンスタッフのダメージ、破壊スキルダメージ。壊す状態。まあ上げるならマッシブスラムかエクスパンシブスローですけど、まあどっちでもいいかな。リロール。まあ、するレベルじゃないか。
これで壊すで防御力下げる、このシナジーですね。壊して防御力下げて、こっちの部位でダメージ上がって、その壊すに落ちたダメージと部位に落ちたダメージを両方使っていく、これがすごく強くなるんではないかなと期待のリードです。それが1個でしたけど、ダブルなんでね、敵につけたのと自分につけたの両方でいけるの で防御力上がるからバニッシュしてしまって、打撃でアース好き、アイス、まあ1個しかないけど一択だね。復活なんですね。ダメージ与え自分を回復するなので、ちょっとまあ他がない限りはありかな。回復手段が乏しいゲームなんでね、1個入れるだけで安定感が増して、ブロックも多分持たんか、今回ないですね。自分のバフが重要なので、マルチだったり攻撃速度上げつつ、電撃武勇、復活防御力かなくなっちゃいますね。これも取るべきだな。回復か、一旦こっちなくそうかな。ちょっと待ってね、 3.42.1 で 4% 一緒か。回復量は1、クルザン 8.3 やめます。まあでも悩むな、すぐ出る場合もあるんだもんね。まあいいや、回復はいらない。なんとかしよう、すぐ倒せれば回復はいらないです。クルザン長いですけど、他のによって発動する確率があったので、ちょっと脅す可能性も考えたいですけどね。戦闘中に強さ見るのは難しいよね。フィッシャー VU 復活、あロック早いかな。まあこっちでいいか。おエクスパンシブ、これいいですね。ダメージ上がる、これ VU ごとに31ダメージ。あで 0.2 秒ごとに VU と復活を獲得するチャンスがある。当たったら均等な値 VU と復活。3.25。まあ 5.2 というか、これ自分の周りで回るわけなんで、0.2 秒ごとには大きいよね。これと変えるか、今のところ出血がないから。出血があれば回復できるもんね。回復、こっちでサンダーと変えるか。出血を他でつけれればいいんだけど、ダメージで出血で VOB、 あ復活、あこれいいっすね。よしよしってなると、壊す状態はいるんですよね。1.7 フィッシャー V5%、 V4%、 8%、 これはないな、変えらんないですね。 4% でもこれ回復する。 0.2 ごとになので、これは切りすると大きい。 0.2 秒ごとにスメックダメージで壊す状態、これも大きいと。フィッシャーか、これ出血がついて回復ができますね。打撃スキルのダメージ、もう普通にも強いよ。圧倒はできてるんじゃないかな。自分の部位を高めたいので、発動部位でいうと攻撃速度が重要になってくると。これでも完成かな。壊すもまあ、ある程度溜まるしな。これバフが違うバフに行くっていう現象を見出せれば、まあ、壊すはデバフなんでですけど、
防御力だったりブロック力、クリティカルとかその辺に行くと思うので、もうないかな。ビーム、あ、ビーム、これ何秒ごとにな、これあれか、普通に打つやつか、 4%。 うん、聖なるビルドまたやってみたいですけどね。いやー、いいね、いいね。どっから来るんだ。ちょっと硬くなってきました。という溜まってますけども、よし、武勇壊す、武勇壊すでいかないと。これダメージだね、クリティカルダメージ。もうないかな。リロールしましょう。スピンスタッフは頻度の方がいいですかね。クリティカルダメージ出た、回転だ。あいつもブロックするんだねあの味方もクローンも。今回回復もついてるので比較的安定していけてるかな。4体以上つけないといけないからね。その前に死んじゃったりすればできないわけですよ。多分自分のブーがね、あんまり高まんないな。ブーが発動が条件なんで、マルチか頻度のどっちかなんですよね。打撃スキル、ああこういうのもいいか。ダメージはとにかく与えるようにして、 0.2 秒ごとにとかのやつもあの時間なんだよね。この発動を当てるとかじゃない。だから範囲広げてある程度遠くから近接のようにぶん投げていけば倒せないことはないかな。壊すが割とすぐ溜まるね。武勇の方が低いかもしれない。打撃スキル効果範囲リロール、移動いきますか。早いほどいいんでね。バフがバフ呼ぶ現在並みで、前回並みでいってないですね。現在はいってないです。武勇300、洗脳でやっぱ攻撃速度とマルチのダブルが必要か。マルチちょっと分かってないんですけど、発動がターゲットであるならね、マルチでいいはずなんですけど。で、こういうの例えば 0.7 いったとして、マルチが 24%、だから足りないですよね。まあ、ベースマルチはありますけど。クリティカルも一応この右ついてますが、これも足りないか。まあでももっと強くできるってわけだもんね。あ、で武勇で復活、こういうものを入れていく。何が武勇になるんだろう。何かから武勇って今んところ見てない気がするんだよね。
3ストライクなんて別にいいかな。いらないか。あ、だこういうことです。レベル5ごとにリロールがたまるやつで入れてきたので、あと使っても大丈夫ですね。何かもう終わりじゃん。うわー、また進めるか。でボスラッシュなんか違ったんですよ。通常エンドレスを1回だけね、行こうかな。バフがバフを言えば楽しいな。こっち行きます。これ多分通常の通常のステージで戦いですかね。ボスラッシュのマップがね、なんか専用の場所だったので違うかなと。V が200、まあこんくらいですよ、ずっと。あ、マルチ、あ、こういうのいいですね。これ全体マルチ、これで増えるかな。ここで風営300このまま行くんであれば、でも行きそうだね。ちょっと経験値まだ貯めとくか。で、若干届かないかな。届きそうで届かないね。で、武勇で復活。これしか取ってない気するんですけど、気のせいか。武勇スタックによって30。増やす。ここで36 1 1増えましたね。さあ少し薄くしました。わかりましたかね。さあじゃんじゃん、お、これは欲しい両方。うわー、これも両方欲しい。スピンスター、あ、こっちか。まあでも頻度ならいいかな。ちょ、出血入れ、回復レート全体にあった方がいいんですけど、なかなか取るタイミングないですね。これ一気に強くなったでしょ。それ V400 くらいまでいってます。やっぱマルチは影響を及ぼしていると。発動さえすればいいんだね、とにかく。頻度マルチ、V がたまりで壊すもつくはずなんで、よりいけると。だマフで防御ブロックとかあんま上げたくないものがつくようになったので、今ブロックな防御力か357って、火ダメ 56% 減らせると。でブロックも高めれば、例えば 80% の確率でダメージ食らいません。火ダメは 60% 減りますとかだったら、ほぼ食らわないわけですよ。たまに食らったと思ったらそんな食らわなくて。で、回復スキル入れとけば、ね、すぐに回復して。これは楽になりましたね。バフがバフを呼ぶ状況をね、作っていかないといけないですけど。で、これ、壊すごとに270。あ、これめっちゃ強いじゃん。待って待って、壊すじゃん正解。あれどっちだ、これか。 V ごとのダメージ57、これ349、スタックのだって5倍以上、6倍7倍か。そう、数字はね変動するのわからないですけど、まあ、少なくとも6倍以上のスタックがないと同等ダメージの上昇にはならないわけですよね。壊すじゃん正解は。壊すか、壊すね。まあでもそこ武勇でダメージ上げてるっていうのも一つあるので、武勇がいらないってわけじゃないんですけど、出血つけるか。頻度ですかね。これそんないる、クリティカルでしょ。 HP マルチは歓迎。
俺のマルチ欲しいな、マッシュルスラム 48%。 まだまだいけますからね。出血は別にいらないかな。あれチャンス 25%、 一緒ですね。ちょっとバニッシュするのもめんどくさいかな。発射のマルチ、あ、V の方あるんで、これは取りましょう。 36%、 発射が少ないですけどね。だ、壊すはつけていくんですけど、 V はねこっちについてくるものなんで安定感は違うよね。ボスやれば、与えれば与えるほどダメージが増えていくっていう状況なんで、尻上がりです。まあ、途中でピークは迎えるけど、上に関しては一定なんで、ボス来た時に、すでにフルのダメージが出せる。状況次第ですよね。最初は、V の方が頑張って、途中からコアスが一気にまくっていく。これです。回復も1ずつっぽいですけど、しっかりとしてますね。これ効果範囲かな、これが出血のやつなんで、範囲範囲で、お、打撃ダメージナイス。スタックのうちアルム、これやっぱ変動しますね。自分の武勇が大事かな。簡易スキルダメージ、まあまああるはあるので、ダメージ軽減なんかいらないでしょ。まあ抜くレベルでもない気がするけど、範囲ボーナスかな、あんまないし。サブ500、今回スタート250ぐらいだったんで倍になってます。まあ、でも下がったマルちゃんで安定感はないかな。0.5、 ただ壊すのみ。終わったね。出血はいらんかな。それクリティカルですかね。0.4、 よし、チャンス率がどんどん高まっていく。これだけ長い 3.6、 まあでも全然全然があんまいないから出血で回復はできないなそんなにいてくれないというか、まあ、いてくれないというか死んじゃってるから、どっちかというと。はい、次次、
もう一周だけ行こう。これ行けちゃいますね。バフいいね。まあ、バフデバフ両方今回使ってますけど、今回ついてるバフは攻撃力アップ、防御力アップ、クリティカルアップですね。クリティカルに関してそんなつかないので低いですけど、40くらいですか。ダメージに関してはね、このコアススタックで340ダメとフルスタックで50ダメ、まあ、これなかなか増えないとこでありますけど、51、53、ちょっと増えますね。食らうね。34、本来じゃあ70くらいか。マルチもしっかり上げて、頻度もしっかり上げて、よし。そう、前回自動的に上がっていたマルチと活動頻度が手動で上げてるんで、ですけどこれなんでね、前回やばかったね。バフやりすぎるとパソコンが死にそうになる、ね、悲鳴を上げ出します途中から。それだけがネックかもしれないね。まあ、これダメージに特化してるんで割といけると思うんですけど、復活でフォ、あ、これがクリティカルですね。これ 2% あります。もっともっと攻めたれ。うん、いいですね。はい、58、600スタックいってます。 58×600、 それをもう1秒に2回程度やってると。マルチを入れればもっと多いかもしれません。まあ、つまり強いと。やっぱ安定しダメージ続けるの大きいね。敵に出せるデバフよりやっぱ安定感っていうところはやっぱ捨てがたい。てかダメージ今さ、一回見ますか。プラス 500% ですよ。これに 500% つけてクリティカルでさらに上げて、とんでもないことしますね。思考が止まりました一瞬。62だね。いいね、確実に上がっていってます。ヒント0.5 にはならないね。 0.5 になれば本当に、まあ、4発、そこに丸1クリティカル。弱すぎるわ。さあ、リロールがなくなってきました。あ、0.5 いったね。よし、
今回何億ダメージいくでしょうか。どれが手かいってる、どっち、マッシブスラムかエクスパンシブスロ、どっちか。まあ、この猿の尿意棒ですよね。尿意の棒の方を使った、スキルです。極めて猿王的なね、炎王的なビルドで強い。このキャラ解放が大変らしいですけど、ただ元々やり込んでた人はいきなり出てたんで条件を知らないんですけど、時間がかかるみたいですね。まあ、デスナイトもね、1からやった時結構時間かかったんでね、いい思い出ですよ。あと次最後か、早いね。4体以上に命中っていうのがむずいな。敵が秒で溶けすぎて、条件やっぱ満たしづらいですね。もっとやっぱ簡単な回復の方がいいかな。これは今回の目標を満たしながら回復もできるっていう一石二鳥なんで、その点気に入ってるわけですね。敵の方が痛そうでしたけど、ないね。おお、まあでもこんなん引いたらさ、もう一回行きたいよね。行くでしょ当然。本当の最後です。まあ、逆にどこまで行けるか試してみてもいい気がするけどね。強っ。だからこのままブーが1000まで行けば 1000% 上がるわけで、 1000% にスタッククリティカル、あんまマルチとかな、まあ、でもマルチとか高めてブー高めてるから必須であるか。でもブー防御防御、このクリティカルいってて、クリティカルのその次が見たいんですけど、このフォームの次ね、出ないんですよね。自力で得てないからダメなのかな。一応復活は自力で得てるんで少ないですけど、差があるのかな。ブロックナイス。狙ってないですけど、全部白になってますね。最後も白かな。逆に黒今あった、両方出てるっぽいんですよ、ね、近い順に取ってる感じで言ってますけど、もう血はいらない。足もいらないかな。発射ね。お、打撃マルチ、こういうの一番いい。黒あった、黒。
や、この辺は割と一撃死もあり得る領域なんですけど、硬いこの防御力、このパワーです、パワー。湧いてきた敵がうちに伏せていくな。パラディン、こっちパラとこっちパラ、クローママルチ行ってみますか。レジェンドが出ないですね。ルーン使うしかないのかな。V800 です。1000はむずそうですね。クリティカル100いってるから、あれか、クリティカル習熟がいるんだね。空きがない、空きが。あ、また白集めてるまた集めてる、白。白取ったら白しか出ないんじゃないのぐらい白が目立ってます。ただ集めてみようか、黒。次ね、次。あ、でも出ましたね。キラやっぱないんじゃないかな。わお、これは、まあ、まず両方取りたいですね。いかなるマルチも大歓迎です。800以上安定しないね。でも VUザコが機能してないからね。いろいろスキル変わってるんでね、いろんなキャラ試したいけど、バフで言ったらこいつ頭一つ抜けてそうですね。最強とまで言わないですけど、全然強い。さすが新キャラって感じで。金もうないっしょ。 0.5 上がった、ナイス。まあ、ここまで来ると半端なパーセンテージ上がんないですよね。でも何待ち、これも何待ちだ。あ、いいか、びっくりした敵が数が見えなかったので。回避率何パーセントあるんだろう。結構かわしてるんですよね。回避ブロックはブロックって出るんで、あ、回避があるのかな。行って決まってるんですかね。おマルチ終わりますけどね。さすがに終わりましょう。まあ、もう強いこと分かってるんで、あの雑魚狩りみたいなもんです。間違えないように。さあ、猿の前回出血、まあ、斬撃を生かして攻撃速度死ぬほど上げて出血で最後ドンという。今回2つの軸の武器がありました。6ビリオン、60億ダメージの方が、
マッシブスラム、この高い方ですね。スタック175。まあ、V を上がることで上がってたっぽいやつ。そしてもう一つ、エクスパンシブスロー。こっちが一応メインだったんですけど、V のスタックに落ちたダメージ。これ34。まあ、175、34なんで、スタックによる上昇率はこっちの方が圧倒的に低いですけど、スタックスはこっちの方が圧倒的に多かった。60億ダメージ。まあ、両方60億ダメージです。差は、5億か。さあ5億ですかね。でスピンスタッフ、2個目のやつ、これが20億与えててシンプルに強いよね。レベルも高いですけど、まあ、0.1 秒ごとに素早くダメージ与えなんで、それは早いか。これ 0.2 秒ごとなんで倍だもんね。 0.2、0.1 で DPS 400万ですね。400万が2つある。やっぱこの中に2つ強いのがある。こういうのいいよね。どちらかに依存していないと。60億ダメージかける2です。前回1個で600とかだ、500何十億でしたかね。1個がめっちゃ強かった。今回は安定して強かったと。まあこのビリオンとここに差はあるので、上3つと下の差はありますね。4番目ね。これシップボーイ、これか。あだやっぱ 0.1 秒ごと 0.2 秒ごとこういう早い回転熱が上に来ててって感じで、鎧破壊 1.5 ね。あ、でも遅いですけどね、持ってる中だと比較的。まあ、これは 2.9 からのこの回転が 0.2 なんで早いやつですが。矢の難易度もいけましたね、52。まあ、マックスもいけそうですけどね。事故死とかが全然ありそうなんで怖いけど。だこのバフの強みはやっぱ、バフによって防御力や、まあ、今回なかったですけど、前回ブロック力上がることで高いダメージが効かないと。防御力を上げるっていうのは一つ今までのエンドレスで問題だったんですよ。まあ行くほどね、敵の攻撃早く強くなるので、突然100ダメを食らってってなるから HP を500とかに上げていくみたいな、かも死ぬほど早く倒すかのどっちかだったんですけど、今死ぬほど早く倒せて、なおかつ防御力も高いので、こっちが負ける術がなかなかないというか、まあ、死神の一撃死とかそれがない限りは相当倒れないですね。